皆さんこんにちは。今回の動画はメジャーセカンド267話、この267話で起きそうなことや今後の展開を予想していこうと思います。またこの動画を最後まで見ていただいた方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の266話では神奈川県大会地区予選風鈴帯連合対富士見原の1回の裏の途中までの内容が進行しました。1回の表、265話では古谷対千里の1回目の対戦、古谷が1球目に投じたボールがストライクに決まったところで終了。普通にいけばこの対戦の続きから描かれると思われたが、古谷対千里の対戦結果カット、また2番ミチルの打席もカット。2名ともどんなバッティングだったのか不明ではありましたが、凡退に終わりツーアウト。ツーアウトランナーなし、3番弥生との対戦中からスタート。古谷対弥生、1回目の対戦。なお対戦中ということで、前回の266話ではラストボールのみ掲載。弥生は古谷が投じたボールに対して空を切ってしまい3アウト。古谷対弥生の1回目の対戦は古谷が勝利しました。なお265話ではこのような打順がスコアボードに掲載されていましたが、266話で訂正されています。訂正箇所としては3から6番バッター、4番だった沢が3番へ、3番だった大吾が4番へ、6番だった西野は控えに回り、今大会から背番号9をもらった魚住をライトとして起用し5番へ、5番だったアニータが6番へ。この訂正により昨週では久々の魚住のバッティングシーンが確認できる。3年生で迎えた春の地区大会並びに直近の練習試合ではあまり目立った活躍はしていなかったので、一体どんなバッティングをするのか楽しみ。1回の裏、風鈴帯連合先発は今大会も背番号1を背負うことになった佐倉睦子。大会前に登板した練習試合では7回を1人で投げる完封勝利。この状態を大会でも維持できていれば富士見原戦でも好投が期待できます。一体どんなピッチングを披露するのか。この回富士見原の先頭バッターは1番山地。1回戦ではヒットやフォーボールを選んだりと富士見原の中では警戒すべきバッターの1人。一体睦子との対戦ではどんなバッティングを披露するのか。睦子対山地、1回目の対戦。この対戦は昨週で確認できる限り3球で決着。1球目、真ん中少しインコース寄りのまっすぐが決まりワンストライク。2球目、アウトコースへ投じたボールが枠から外れワンボール。そしてワンワンからの3球目、高めに投じたボールでセカンドゴロに仕留めワンアウト。睦子対山地の1回目の対戦は睦子が勝利しました。ワンアウトランナーなし、このケース打席には2番フリアを迎える。このフリアも山地同様、富士見原の中では警戒すべきバッターの1人。1回戦では宮崎連続のホームランを打ち計5打点という活躍。一体対睦子戦ではどんなバッティングを披露するのか。睦子対フリア、1回目の対戦。なおこの対戦は睦子第5バッテリーの話し合いによりある作戦を決行。ピッチャーである睦子としては、富士見原はフリア以外大したことない。そのためこの試合では対フリア戦全打席歩かせても良いという考え。一方キャッチャーである大吾としては、攻め方次第では睦子のピッチングでもフリアを打ち取れる気がするという考え。しかし睦子としては今大会は1回負けたら自身も含めた3年生らは引退、練習試合なら勝負していたがこういったリスクは取れない。以上の内容から1回目の対フリア戦から睦子の意見を尊重、敬遠という作戦を決行しワンアウトランナー1塁。3番バッターとの対戦前に266話終了。267話はこの次から始まります。前回の話みたいにカットされない限り267話はフリアの敬遠後からスタート。ワンアウトランナー1塁、このケース好きには3番荒木を迎える。
主的には今の息子の能力、また藤見原の警戒するべきバッターの一人、1番山城、セカンドゴロで打ち取っているため、3番バッターとの対戦からは問題なし。2回の表は1回の表にて三者凡退で終わっているため、4番大悟からスタート。最低でも大悟、大泉、アニータ、大悟を含めた計3名のバッターに助けが回ってきます。大悟は大会前の練習試合にてホームラン打っており、状態良し。この試合でも好投手フリアからの一発を期待。大泉はこの試合が昨週にて久々のバッティングシーン。今大会から背番号9とフーリオビ連合に加入してから初となる背番号1桁。また5番で起用されているため、 OB 中時代にしていたバッティングを期待。アニータも大悟同様、大会前の練習試合の内容から状態が良い。大会でもこの状態がキープできるのか注目。理想としては大悟か大泉が長打または2人で点検までつなぎチャンスメイク。そして大好調のアニータの一発で風鈴帯連合が先制とか。今大会は2日連続で投げる場合、120球という球数制限があります。この試合も選抜を務めているフリア、前回の266回にて得た情報から、1回戦は自身の好投や継投策もあり、球数を40球まで抑えることができた。つまりフリアはこの試合80球までしか投げることができない。初回のマウンドは自身としては想定外の16球、16球ということで残り64球。仮に2回以降も1回のような球数を投げてしまった場合、5回までしか投げることができません。まあ、主として少し気になったのが、フリア初回 1,2,3 番と全打者に対して決め球は強めに投げていた。フリア以外のピッチャーでも清和打線なら無失点で抑えることができるピッチャーが控えていますが、回が進んでいけば風鈴帯連合の方が優勢かなと思いました。今後の楽しみな点としては、フリアはどんな配球でバッターと対戦しているのか、またまっすぐ以外の球種を投げるのか、1回戦のように今回の2回戦でも継投策を使うのか、そして直近で言うと2回の表、今大会初打席となる重野大吾対フリア戦ではどんなバッティングを披露するのか楽しみ。以上、今回はメジャーセカンド267で起きそうなことや今後の展開を予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X、 インスタ、 TikTok コメントありますので、フォローの方お待ちしております。